はい、こんにちは、ともです。今週、またね、新しいレッスンをします。前回の、ミュートのレッスンとか、アクセントの方はいかがでしたでしょうか。またゆっくり練習してください。今週はですね、ベンドのことをですね、いろいろやりたいと思います。まずベンドは、どうしても、ペンタトニックスケールでベンドする人が多いですね。でペンタトニックというのはこういう、でこれだとどうしてもね、ポジションの高い方だけやってしまうのと、どうしても1音のベンドとか、まあ言ったパターンにこう落ちてしまうんで、ペンタトニックで練習するとあまり効果がないと思います。なのでこれは逆にですね、僕は C メジャースケールでまず一つ目やります。で一つ目はどういうふうにやるかというと、だいたい3弦、2弦、1弦このあたりですね。で3の指で、ベンドすることが、多いですけども、2の指とか1の指とか他の指、必要な、指でやるのがいいと思います。まずここでですね、 C から D、でこのように僕はですね、あまりこう握らないんですね。握ると、力が入りすぎるので、僕のスタイルはちょっと違ってですね、ちょっとこう何ていうの、親指があまり出ないですね。で次に E から F で、ここ例えば半音やるとか。で一つ注意点は、ビブラートかけない方がいいと思います。なぜかというと、ビブラートっていうテクニックがあって、ベンドというテクニックがありますから、混ぜない方がいいと思います。だいたい多くの人がいきなりフレーズを弾いて全てが混ざってる状態で、ベンドが上手くなりたいというのは不可能に近いと思うので、やっぱり一つだけね、やるのがいいですね。で G で、たまにこうやって実音で B、ほら親指の位置ね。でこっから下がる、こうプリベンドと言われる、こう想像して、で肩の力抜いて、どの指でも、で大体ゆっくり各ベンドを3回か4回ぐらいやったり、で力を入れないことを確認しながら、ピッチも確認しながらゆっくりやりますね。なので練習自体はそんなに時間がかからないです。で次はキーを変えて E メジャースケールで、この場合 E メジャースケールは、ね、こんな感じであるんですけども、それをね、2弦からやりたいと思います。で2弦で、この2つ目から3つ目で、これでですね、同じ弦やりますから、だんだん上がっていくとちょっとルースになるんですが、そこもなんていうの、いろいろ体験してもらってコントロールすると。それから、右手の手のひらで軽く、なんていうの、低音弦を触る感じですね、押さえるよりも。だから僕の場合はだいたいフロント寄りを弾いてますね。ちょっと優しく、例えばね、要するにあまり力が入ってません。これで一応なんていうの、その3弦2弦1弦でやる C スケールとか E メジャースケールで横に行って、要するにメロディーとしてピッチがどれだけコントロールできるかっていうことが、ブルースとかロックとかの場合でも大事だと思いますね。それからやっぱりブルースの中でやるんであれば、やっぱりこうなんていうの、シンプルなブルースがいいと思いますから、例えばここで C のスローブルースみたいな感じで、
ゆっくり弾いてますね。でここで例えば1音やるときに力が入りやすいんで、ここで例えばね、Cブルースですから5、シンプル、とか、これで一括、要するにそのベンドのなんていうの、あのテクニックが、メロディーとしてブルースの中でやってますから、もちろん違うね、例えばポップのメロディーやったりすることもとても大事で、意外に歌謡曲のメロディーとかシンプルなポップのメロディーを取ってそれをベンドにするとかジャズの曲をやるとか、そういう応用がいいですね。で今みたいに例えばなんていうの、こうポジションやる場合にギターはどうしてもあのなんて横移動してこう、もちろんこれも大事なんですよ。でもう一つやって終わると思うんですけども、まず例えば違うキーでやる、今いいですね。で今ほら2弦1弦でベンドしたわけなので、だから例えばやってみると、3弦から2弦でEでやるね。そしね、3弦難しいですどうも皆さんありがとうございました。今週はこんな感じでベンドのチャレンジをしましょう。そして、左指の力がなるべくね、あの力が入らないように頑張ってください。それでは皆さんの練習
成果が出るように願っています。また来週お会いしましょう。皆さんどうも本当にありがとうございます。それでは失礼します。